セブンスターセブンスターは日本タバコ産業から製造・販売されている日本の代表的なタバコの銘柄の一つで JT の主力銘柄の一つ。1969年2月1日、日本で初めてチャコールフィルターを採用したタバコとして発売された。国産の歯タバコを中心とした。 ドメスティックブレンドと呼ばれる日本独自の製品で現在でも JT の全銘柄の中で販売実績上位に必ず入っている人気銘柄。オリジナルのソフトパックは1975年から1977年まで売上第1位を記録しその後は派生商品のマイルドセブンのオリジナルライトスーパーライトに次ぐ売上となっていたが2008年度 第一四半期に売上第1位に返り咲き、2016年現在でもその座を守り続けている。愛称は、セッタ、セスタ、セッター、ブンタ7つ星など。メンソールは、セタメンなど。これまでに巻紙やチップペーパーのデザインと長さの変更は何度か行われたが、星顧問のパッケージの目立ったデザイン変更は発売当初から行われていない。 21世紀に入ってからは、テータール製品、メンソール製品などの発売が行われている。2009年8月3日発売の、セブンスターブラックチャコールメンソールボックスでは、活性炭を特殊な膜で覆い、メンソールの吸着を防いだ、アドバンスドチャコールテックフィルターを採用することで、日本で初めてメンソールタバコにチャコールフィルターを採用した商品として発売された。 しかし、2014年4月14日に、セブンスターメンソール8ボックスに、再リニューアルされた際にプレーンフィルターに変更されている。なお、2010年10月1日のタバコ税増税、及び2014年4月1日の消費税増税、2018年10月1日のタバコ税増税、2019年10月1日の消費税増税のため、 すべてのセブンスターシリーズはそれぞれ一律440円、460円、500円、510円に値上げされた。2012年3月中旬頃にオリジナル2種、ミディアム、ライトのパッケージの背景の星古門の色に高輝度インクを使用し、風刊紙の星古門の色を白から銀に変更し、オープニングテープの銀色の輝きを高めツヤを出す、変更を行った。 2014年4月中旬には、メンソール3種を、完熟用をブレンドした3名柄にリニューアルし、6月中旬には、ミディアムトライトを10と7にリニューアルし、7月上旬に10、10mg、7mg、4mg、1mg のソフトパックを発売した。しかしカッティングメンソール以外の、全商品の基本デザインをオリジナルと統一したものの、 レギュラーは風刊紙と7の部分の色で、メンソールは背景の緑色の濃さで識別していたが、遠目には分かりづらかったことから、2015年6月中旬よりレギュラーは 10mg と 7mg は、銀色値で 4mg と 1mg は、黒色値で金色と銀色の風刊紙に変更し、メンソールは背景色をよりはっきりした色合いに変更し、 タール値表記もより目立つように表示している。国外では、台湾で 10mg、ソフトパックと 7mg ボックスが、香港で、オリジナルボックスと 10mg ボックスが、大韓民国で 7mg ボックスと 5mg ボックスとオリジナルボックスが販売されている。ほか、アジアを中心とした空港の免税店で、オリジナルとゴールドのボックスが販売されている。 1990年代中頃から2000年代前半にかけてオリジナルシリーズに豊川悦史カスタムライトに杉本哲太メンソールシリーズに昭栄を起用していた時期があった2007年から2011年にはセブンスターと響き合う男たちと題してブン,ブンサテライツチャキ大野正雄がウェブ上や雑誌広告などで起用されていた セブンスターのキャッチフレーズは、消せない男、サイレントスモーク、セブンスターの男、静かに、高ぶる。メンソールシリーズは、味わえるメンソール、揺るぎない、強メンソール。である。2002年のカスタムライトとメンソールライトの、デザイン変更時のキャッチフレーズは、カスタムライトが、オールニュー、メンソールライトが、ボックスニューであった。 ブラックチャコールメンソールの発売時のキャッチフレーズは日本唯一。鋭さ極めたチャコールメンソール。廃止商品のキャッチコピーはブラックインパクトが冴える切れ味、馬先きわだつブラック。ライトメンソールが突き刺さる強面ソール。ソリッドが冴える切れ味。ソリッドテイスト。ディープメンソールが深く鋭く。ディープメンソール。ソリッドメンソールが 鋭さ際立つ。ソリッドメンソール。アラスカメンソールが過激な冷たさ。アラスカメンソール。スナップボックスがプレイ、スナップであった。現在販売されている商品、過去に販売されていた商品のそれぞれのキャッチフレーズはオリジナルがただ一つ確かな味わい。ミディアムが譲れないうまさ。ライトが研ぎ澄まされたうまさ。リアルリッチが 極めたのは、豊潤。リアルスモークが、極めたのは、濃厚。メンソールシリーズが、メンソールに、完熟用の旨味を。カッティングメンソールが、極細。メンソール、一点集中。である。鈴鹿8時間耐久ロードレース等の耐久レースの、ホンダ技研工業のワークスチームで、セブンスターホンダとして、2003年から2大体制で参戦しており、 翌年の鈴鹿8体で7号車が総合優勝を果たし、2005年は7号車が総合優勝、11号車が2位となり1から2、フィニッシュとなった。また、8体期間中の鈴鹿サーキットにおいて、セブンスターズ、ホンダ限定パッケージのセブンスターが販売された。ありがとうございます。